こんにちは。釣り来ましたよ。ルアーはこれでやります。シャットで、結構擦れてるんで、ここ。シャットで反射で食わす。結構ここ、鯉がいるんですよ。で、このシャットでやると、たまに鯉が釣れちゃって、とんでもないことになる。水深が結構1メーターとかぐらいしかなくて、深いとこでも160センチぐらい。うわ、奇跡が、こんなのが釣れる。これ奇跡じゃない、これはかわいそう。衝撃映像撮れたんだけど、すっごく見える、これ。うわ、もう死んじゃってるな、ほら。これ奇跡映像でしょ。これなんていう魚、初めて見た。俺ガサガサやってるから結構小魚詳しいんだけど、これは見ない魚だな。詳しい方いたら教えて。世界で一番小さい魚が釣れてしまった。しかも命を取ってしまってるな、これ。完全に見える、ほら。なんだこれ、極小の魚釣れるかな。よしこれやばい、これやばい。ああ、よしよし。取れるかな。ああ。やった。おいし。これは嬉しい。40ぐらい。これ根掛かりかと思ったよ。根掛かったと思って。待てよ。20でしょ。40ジャスト。40ジャスト。めちゃくちゃ嬉しい。40ジャストぐらいね。根がかりかと思って。だってそこ浅いからゴツゴツ引っかかるの、ビニールに。でビニールにまた引っかかったなと思ったら動いたからな。感動したんですけど、めちゃめちゃ嬉しかったんですけど、この間の50より嬉しかったんだけど、やっぱサイズじゃないんだよね、その状況。感動って、
タイミングと状況でね、もう今日絶対釣れないわと思って、結構な長時間やってるから。